どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ今日は和学についてやっていきましょうということになるんですが、和学、まあ要するに古典や古語ですね。まあ今でいうところの古典の辞典とかありますよね。古語、つまり古い言葉や古い要するに時代のことっていうのをしっかりと研究しましょうねっていうのが、これが和学ということになるわけなんですけど、これの要するにところで花輪保己一さんっていう人がまあ代表的な学者としてあるということですね。まあ古典や古語の研究をしっかりとやっていきましょうねということになります。で、この時代の古典古語の研究って意味がかなりあるんですよ。つまり日本ってそもそもどういう国なんていうのは全然分かってないんで、この時代って。この時代マジで分かってないんで、この時に要するに日本っていう国が存在してるんだっていうことを、まあ、印象付けたためにも古典古語があるということですね。だから、それを今の時代まで全く同じようにやってるのはちょっと私も、んとは思うんですけど、まあ別にね、大事なことではあるんだよということですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。